上手でしょ。楽しかった。こうやってできるんだね、うん、やってみたいね。なんかあんまスタッフが嘘、結構面白いですね。家とかだったらさ、面白そう。確かに確かに。インスタライブの横番、横番、どっちがお姉さんですか。まいちゃんがお姉さんです。今どれくらい離れてるの。結構離れてます。反対側もいます。おいしそう、ごめん。ありがとう。いっぱいあるから食べてください。もう食べちゃった人がいるってことないですけど。もう一つはマネージャーさんに。マネージャーさんに。めっちゃおいしくてさ、めっちゃおいしくて、本当に美味しい。なんて読むんですかね、これ。みな…みんな食べてる。マネージャーさんが落とした。みな…フィナンシェ？フィナンシェ？フィナンシェ！フィナンシェらしいです。どこに行ってる？パクチーで食べちゃった。え？早っ。いや、美味しかった。皆さん、最大お風呂に入らなかった日数どれくらいですか？人生で。もう1個食べちゃった。早っ。あと5個ぐらい食べれる。美味しかった。2、3日かなって。2、3日。3日は結構じゃない？3日ぐらい。あ、インフルエンザの時、あー、入るのに、ね、確かに確かに昔、しんどいですよね、入りたくても入れないから、自分がね、ただ入りたくないだけなら別にいいですけど、入れないって。オラポ配信面白いね。さっきからさ、来た？ノーミーツの、そう、ノーミーツのトークが動いてる。右端のトークがどん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 来て、上にしてる。通知、あ、あれですね、あの、既読つけなかった。返さなかった日数。返さなかった日数。仕事、仕事も違う。仕事はね、結構。結構ですね。プライベートだと本当になんか今さ、返事返せないこととかあるじゃん、いつの予定とか言われてもね、それは結構なんか家族とか遅いかも。お姉ちゃん、そう、あんまり遅くなっちゃう。でもなんか結構エルの周りの友達未読する人多くてね。そうなんだ。いないかも。全く友達早いから結構それに影響される。でも全然見ないな。なそう、だからもういいよ。なんで見ないの。それ結構大変だね。なんかこうめっちゃ話してる時は話したいよね。でみんな2人ともさ、こうしとるのはもう完全にノーミーツみたいに。私と絶対一緒にはこうしたけん。なんか2人でさ、配信する時は思わんけどさ、2人並んだらさ、同じライン来たんやと思われる。確かに。なんか最後の最後でエレが、うんとか言ったやつをずっと未読やったりするんですよ。会話続くけど、未読するんだったら既読してほしいね。そうそう、絶対見てるやろ。そう、なんでだろうみたいな。えで、未読するだったら既読するの方がまだいい。ああ、確かに、どちらかといえばね。既読する派やない。だってランプを来ないわけも考えなさい。愛のお仕置きはいつだって
何も言わず無視することだって。不安がいい薬よ。無視することですって。K-Yes! K-Yes! あ、そうか、これ、まいちゃんの方にも映ってるんだ。うん、そうか、映ってる。はじめまして。はじめまして。漫画を。なんか一緒にいるみたいじゃないか。確かに。一緒にさ、並んで配信してるみたいじゃん、私も。本当だ。なんか同じ。パッて見た人はさ、二人で配信してんのって思うし。これ、顔をこう、こっちにしたら。できるできる、面白すぎる。インスタの半分が、ちょっと前髪さ、めっちゃ真ん中やってる人じゃない、これ。こっちか。あっ、スクショできるもん、絶対。あ、ちょっと引いて。ん？あ、エレが見ちゃうじゃん。あ、すごい。え、めっちゃ面白いんだけど。めっちゃやばいやん、この顔。なんかさ、一緒にいるみたいじゃないか。キスちゃんだった。垂れかかってるって言ってる、エルタに。どっちゃ。何撮るんこれ。二人でいるみたいですよね、背景一緒だから。あ、なんかスクショした前は一緒にいる感じで、コラボじゃない感じで。いるんですけどね。離れてるので、離れてますって。見つめ合ってって。一人さ、なんかどういうこと、どういうこと。ピアノダンスとかできそう。あ、できたね。ね。何ですか？やったことない？うん。オオカミとかやると。あ、そっか。ないかないかの一緒に見えるし。あ、あ。懐かしい。あ、すごい。これ一緒にいるからできますね。ね、確かに。気づいてくれたならいいよ。懐かしくない？新目でやってるから。懐かしい。なんか腐って、冷静なコメント来た。やめて、やめて、冷静になんないで。え、まいちゃんで手元もやったことある？え、あるあるある。そうなんだ。言ってた、めっちゃ言ってた、私多分アンダーじゃないけど。言ってた。
やったことないです。え、そうなの、やってそうなのに。今だったら絶対やってるよね。あきちゃんだってそう。あー、あきちゃんだってそう。めっちゃやってた。え、誰と言ってるんですか？私は、なんか、まどちゃんポジだったから、シナモンさんとかってやること多かったかな。シナモンちゃん。確かに、シナモンさんのイメージ。ね。なっちゃんとはやったことないですよね。なんか誰かといつも言った。何がかぼちゃ好きですか？最近好きになりました。南にウリって書く。で、今日ナンパだったからね。なんでイルカは？イルカは…忘れた？豚みたいな感じだった。あ、海に豚が。あ、海豚？海豚。イルカ。あと、フナ。あ、魚につく。魚がつくって書いてフナ。難しかったよね。でも、旅行の人いるのかな？みんな携帯の変換でやってるでしょ。そうそう。あ、海の豚で海豚。勉強になりました。今日の難かったってやっぱそうですね。明日もあるので皆さんぜひ見てください。見てください。そろそろお時間ですかね。あ、15分。あ、そっか、15分だ。あっという間です。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、本当にありがとうございました。皆さん、今日どんな一日でしたか？マイちゃんに言われてる。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかった。楽しかったです。またねー。バイバーイ。来てください。これはもう切っちゃったかな。うん。